越海線は関東省福祉港市にある堤口駅と海南省三阿市にある三愛駅を結ぶ中国鉄路の鉄道路線である。関東省除去危険の海安南駅と海南省海、口市の海口駅の間にある京州海峡は鉄道連絡線によって結ばれ、旅客列車、貨物列車ともに車両構想が行われている。越海の越は、 関東省の別省である越から、海は、海南島の海から取られている。なお、越海線の内関東省側の包み口から、海安南間は、深市海線、石六又川三亜間は、海南西幹線とも呼ばれる。現在の越海線に当たる区間のうち、最初に開通したのは、海南島内の石六又川八所間である。この区間は、日中戦争中に、 海南島を占領していた日本軍によって1940年に建設された。開通当初は石八線と呼ばれ、線路の幅も日本国内の在来線と同じ1 0 6 7ト、mm、ルのものであったため、機関車は日本で製造された C12 形状機機関車2両が導入された。日本軍による石八線建設の目的は、 海南島にある鉄鉱石を輸送するためで中国側の資料によると日本軍は3年間で300万トンの鉄鉱石を輸送したとされている戦後石八発戦は公衆鉄路局と人民解放軍によって線路の改めき工事が行われ1958年に前線の線路の幅が中国本土と同じ1 4 3 5ト、mm、ルに変えられた 改めき工事と並行して、石八線の延伸工事も進められ、1960年に、気流まで 126.73km 延伸して、安王線と解消された後、1985年に、三阿まで延伸され、この時に、海南西幹線と解消された。越海線全線回通までの海南西幹線は、広視海列車と普通列車が、 石六三亜間を一往復ずつ走るローカル線で2003年頃までは SL が現役で走っていた。ちなみに2005年2月の時点での石六三亜間の所要時間は広市会列車が約5時間、普通列車が約5時間50分であった。1992年、関東省側の包み口から海安南間と海口から また果敢での新線建設計画と、慶州海峡を渡る鉄道連絡線、運行計画が国務院で批准された。この計画には、鉄道部、海南省、関東省共同組立て使い鉄路、有限責任行使の3社が45億元を出資し、1998年8月30日に着工された。そして、 2002年1月28日に津津口から海安南間が完成し、深市海線と命名され、はじむ深市線、広重線との直通運転が開始された。2003年1月7日には、車両構想線、越海鉄1号4500斎下重量トンが海安南海口で就航を開始し、貨物列車の車両構想が開始された。これが中国で、 最初の鉄道連絡線となったのだが、就航当初は貨物のみの取り扱いで、一般客は連絡線に乗船することができなかった。一般客の乗船が開始されるのは同じ年の12月28日からで、この時に自動車構想も開始されたが、客車の車両構想はまだ行われなかった。本土と海南島の直通運転が開始されるのは2004年12月5日の、 ことで、公州、深市江間の2211、2212列車を、計407、408列車に、格上げの上、海口まで延長し、客車の車両構想が開始された。一方、海南島内では2004年4月1日に海口から、またか間が開通し、越海線の全区間が開通する。しかし、海口から、またか間では開通当初は、 旅客列車の運行は行われず、石六山亜間でのローカル輸送には変化がないままであった。そのため、石六山亜間の改良工事が2005年10月から23億元かけて行われ、12月13日に完成、2006年3月20日には、石六山亜間の最高速度が60時速 80km から120時速 160km に引き上げられた。 これを受けて2007年4月18日に北京、上海、甲州から山海の直通運転が開始された。これを地元メディアは海南島民100年の夢が実現したと報道した。すべて中国語。ありがとうございます。